皆さん、借金にもレベルがあります。レベルを知って、自分の借金に対する対処をよくよく考えてみてください。どうも、皆さんの味方は弁護士のビーノです。さて、最近は借金相談を LINE 経由でされる方、大変増えてきました。ご相談の方、ありがとうございます。ただ、相談をしていると、末期症状になって病院に駆け込んできて、なんとかしてくださいって方、多すぎです。いや、もう少し早く来てくれよと思ったことたくさんあります。あげく相談後に依頼がなかったのに、症状を悪化させてからまた相談に来るなんてことも結構あるんです。わかりました。そこで今回は借金相談数百回以上をやってきた弁護士が、その相談の経験を踏まえて、借金のレベル付け、今、ここで決めたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。今回は借金のレベルを1から5に分けて説明していき、その1から5について簡単な対処についてもお話ししていきたいと思います。では行きましょう。まず、借金レベル1は1社から借り入れ、またはリボ払いを開始して50万円以内に収まっているということにしました。借り入れが1社程度あるのは普通、リボ払いもまああり得るかなと。ただし、50万円を超えてきたら、一つの分岐点になるのではないかなというふうに思っています。通常の一般的な月額の給与の額を大きく超える金額、それが50万円だと思っています。もっとも、このレベルはまだギリギリセーフという段階と言ってもいいでしょう。借金レベル2は、複数社から借り入れ、またはリボ払いをしていて、100万円以上になっているということにしました。1社ならまだしも、複数借り入れているというのは、意外とない方多いんじゃないかなというふうに思います。しかも、借金総額が100万円になると、年収の何分の1になっちゃうのという話です。これかなり大きな借金となっていますよね。このレベル2あたりからぐーんと借金の整理をしなければならない可能性が上がるというわけで、ここをレベル2という風にしました。レベル3です。レベル3は複数社から借り入れまたはリボ払いをしていて、借金で借金を返済している状況、これをレベル3という風にしました。この段階は、いわゆる自転車操業という段階ですね。ここまで来ると、あとは限度額まで来たら、次の会社で借り入れをする。こんなパターンを繰り返すだけなので、皆さんも借金整理まっしぐらという状態になってきます。正直、この段階はかなりの末期症状と言えるので、ぜひ、この段階に入るまでに相談をしてほしいというのが、実は本音としてあります。はい、レベル4です。レベル4は、レベル3に加えて借り入れまたはリボ払いを延滞するようになっているという状況、これをレベル4というふうにしました。この段階は自転車操業での返済すら追いついていない状況です。家計上は火の車といっても過言ではないでしょう。そして債権者から電話攻撃、かなり始まっているんじゃないかなというふうに思います。もうこの段階に来たら弁護士に相談をして支払いを停止するという段階に来ちゃっていると思います。そして最後はレベル5です。レベル5はレベル4に加えて裁判所から通知が来てしまっている状況、これをレベル5最終段階というふうにしました。この状況はもうすでにアウトの状況です。自転車操業もできない、返済も延滞している、そして裁判所から通知が来た、この段階に来てしまうと、あとは判決を取られて給与の差し押さえまっしぐらという状況です。法的整理をすぐに行う必要があります。さて、ここまでレベル別の整理をしてきました。もう一度借金のレベル確認していきましょうか。レベル1は1社から借り入れまたはリボ払いをしていて50万円以内に収まっていること。レベル2は複数社から借り入れまたはリボ払いをしていて100万円以上になっていること。レベル3は複数社から借り入れまたはリボ払いをしていて借金で借金を返済している状況であること。レベル4はレベル3に加えて借り入れまたはリボ払いを延滞してしまっていること。そして最後のレベル5はレベル4に加えて裁判所から通知が来てしまっていること。こういった形で簡単にレベル別の整理をしてきました。もちろん複数当てはまってしまうというような場合はあるかと思いますが、一応一つの目安として皆さん覚えていただければと思います。そしてレベル別の対処なんですけれども、簡単に分けてみました。レベル1からレベル2までは任意整理で対処できるんではないかなというふうに思います。だいたい任意整理はですね、およそ500万とか600万の借金ではなかなか任意整理できません。まあギリギリ2、300ぐらいが限度かなというふうに思っています。なのでレベル1からレベル2までの段階であれば任意整理でいいのかなというふうに思っています。レベル3からレベル4はこれはもう法的整理の段階だというふうに覚えておいてください。破産まではいかないかもしれませんが、民事再生等の可能性非常に高くなってしまっています。こういった段階ですと、もう借金おそらく2、300、400といった段階かなり多いかなというふうに経験上思われますので、皆さんも弁護士を使って支払いを止めて、そして裁判所に申し立てをする、こんなような段階になってくるかなというふうに思います。そしてレベル5はすぐ法的整理ということになります。まあ一番多いのは
の破産かなというふうには思っています。最近もこのような状況でギリギリ現金がなくなって駆け込んできて、なんとか破産してくださいという方いらっしゃいました。我々の方で破産をして関西事件にはなりましたが、なんとか終わったという方いました。正直レベル5レベル4の段階で相談をしてくると、もう手の内を結構なくなっていることが多いです。正直先ほども申し上げた通り、レベル2の段階で来ていただきたいとは思っています。任意整理の段階で借金の支払いを止めて整理をするのが一番皆さんにとって負担のない優しい整理の仕方にはなってきます。皆さんも自分が 1,2,3,4,5 のどの段階にいるのかチェックをしてみてください。さて皆さん、今回の動画いかがだったでしょうか。借金をレベル別で整理してみました。概要欄の方に LINE アットがありますので、ぜひ弁護士 B のまでご相談ください。簡単に登録そして相談することができますので、ぜひぜひご登録の方よろしくお願いいたします。そしてご相談している方皆様ありがとうございます。順次回答させていただければと思いますので、少々お時間を取らせることもありますが、少しお待ちいただければと思います。そしてこの動画面白かったよという方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またいいねコメントの方もお待ちしております。コメントの方一つ一つ返させていただければと思いますので、そちらも少しお待ちください。また最近はライブ配信等も行っております。ライブ配信では皆さんの気になっていること、簡単な質問、そういったところも逐次答えていこうと思いますので、そちらの方もご覧いただければと思います。今回は借金のレベル別整理ということで進めさせていただきました。1から5どれに皆さん当てはまりますか。危険水域にならないように気をつけてください。そしてもし困ったら弁護士 B のまでご相談いただければと思います。いやそうでなくても構いません。周りの先生でも構いません。お寺さんもどこでも構いません。とにかく急いで相談をしてみてください。それでは皆さんの味方弁護士の B のでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。